皆さん、こんばんは。 NASA はチャンドラ X 線天文台とハッブル宇宙望遠鏡という2つの素晴らしい宇宙ツールを使ってクエーサーと呼ばれる非常に遠く離れた超高輝度の星の画像を撮影しました。このクエーサーのエネルギー源は超大質量ブラックホールにあることが分かっていて、チャンドラのデータとイーサの XMM ニュートンのデータを使用してこのクエーサーの超大質量ブラックホールの回転速度の直接測定に初めて成功しました。まるで婚約指輪のダイヤみたいだね。3つも4つもクエーサーがあるのですか？そうではなくて、私たちとこのクエーサーの間には卵のような形をした大きな楕円銀河があって、その介在する楕円銀河の超強力な重力によって重力レンズ効果が生じています。クエーサーが複数あるのではなくて、レンズの歪みで2つにも3つにも見えているのね。そのためリングの上部にある3つの明るい点が隣り合っていますが、これらは全て1つの同じクエーサーの異なる虚像になります。いわゆる宇宙の蜃気楼のようですね。そうそう、リングの中央にある小さな青い点はレンズ効果を起こしている楕円銀河です。ハッブル宇宙望遠鏡は赤、緑、青のデータで色分けして画像中央の楕円銀河と視野内の他の銀河を映し出しています。その代わり背景は暗くて何も映っていません。なんだ、てっきり宇宙にも婚約指輪があったのかと思っていたよ。でもこの楕円銀河が魔法の虫眼鏡のように歪めてくれるおかげで、この普段だったら絶対見ることができないクエーサーを研究できるのね。この魔法のレンズは重力レンズ効果といって、アインシュタインという有名な物理学者によって予言されていた現象です。アインシュタインは実際に観測される前に計算で分かっていたっていうから驚きよね。そのためクエーサーがある銀河がリング状に整列したものをアインシュタインリングとも呼んでいます。このクエーサーは RXJ1131 の1231としてカタログに登録されました。これだと長いので略して RXJ1131 と呼ばれています。私たちの地球から約60億光年という超遠方にあるクエーサーです。重力レンズのおかげでそんな遠くからやってくる X 線の光を実に鮮明に捉えることができたんです。クエーサーの赤本変異は G=0.66 と測定されます。そして重力レンズを引き起こしている手前にある楕円銀河は赤本変異 G=0.3 になります。赤本変異の数値が大きいほど遠くにあるので楕円銀河が手前にあることがわかるよね。クエーサーと私たちのほぼ中間に位置していて、その距離は光の速さで35億光年の距離にあたります。一般に天体の発する光の波長が伸びて観測されることを光のスペクトルの赤側にずれるという意味で赤本変異と呼んでいます。赤本変異に関して詳しくは初期宇宙銀河の動画で詳しく説明していますので、そちらをご覧ください。さてこの X 線の光はクエーサーの中心にある巨大なブラックホールから放たれています。 X 線といえどブラックホールから逃れられないと思うのですが、なんで見えるのですか？いいところに気がついたね。この X 線の光は正確に言うとブラックホールの周囲を渦巻く超高温のガスと塵の雲から発生しています。この雲が非常に高温になるため X 線が発生しているんです。ではなぜ高温のガスや塵や X 線はブラックホールに飲み込まれずにいられるのでしょうか？それはまず X 線の波長がどれくらい変化しているかを調べることで、ガス円盤の内縁がブラックホールにどれくらい近いかを知ることができます。例えば X 線の変化が大きければ大きいほどガス円盤はブラックホールに近くにあるということになります。研究チームは NASA のチャンドラ X 線天文台と欧州宇宙機関の XMM ニュートン望遠鏡を使ってこの X 線がブラックホール周囲のガス円盤の中でブラックホールそのものに非常に近いスポットから出ていることを発見しました。どれくらい近いのかというと、この X 線スポットは地表の地平線の3倍ほどの距離しかなかったんです。地表の地平線とはブラックホールに落ちてくるものにとって二度と戻ることができない限界点のような境界のことを指します。研究の結果、ガスや塵の円盤がブラックホールに吸い込まれないようにするには
ブラックホールが光速の半分以上の速さで回転していなければならないということが分かりました。同時にこの光速回転はブラックホールがたくさんのガスや塵を栄養にしていることを示しています。この発見はブラックホールを知るのにとても重要なことで、なぜならブラックホールは質量と回転というたった2つの単純な特性によって定義付けされているからなんです。ブラックホールはとても神秘的で複雑に見えるかもしれませんが、実は質量と回転というこの2つのシンプルな特徴でしかありません。これまでの観測技術ではブラックホールの大きさを測るのは得意でしたが、その回転する速さを知ることはずっと困難なことでした。ブラックホールの回転速度を測定することによって、そのブラックホールがどのように成長するかについて多くのことを学ぶことができます。例えばブラックホールが他の銀河と合体することによって大きくなる場合、ブラックホールは安定した円盤に物質を集めます。この安定した物質供給によってブラックホールの回転はますます速くなることが分かっています。だけどもしブラックホールが様々な方向から少量ずつ物質を引き寄せて大きくなるのであれば、急速に引き寄せられる塵やガスによって前にも後ろにも押されることになり、ブラックホールの回転は逆により遅くなると予想されています。このことから RXJ1131 のブラックホールが光速の半分以上で回転しているという発見は、他の銀河と合体することによって成長したことを示唆しています。研究チームが RXJ1131 のブラックホールをここまで研究できたのは、地球と RXJ1131 の間に銀河の集団の一部である巨大楕円銀河がぴったりと並んでいた幸運な天体の配置のおかげなんです。しかもクエーサーから来る光を拡大する重力レンズは40にも及ぶ効果を発揮しました。この珍しい一直線の関係がなければ今回の発見は不可能だっただろうと言われています。そして最後に、そんなクエーサー RXJ1131 を今回ジェームズ・ウェップ宇宙望遠鏡の画像に収めました。この画像はウェップ宇宙望遠鏡の中間赤外線装置ミリと呼ばれる赤外線の特殊カメラで撮影されたもので、暗黒物質を研究するためのプログラムの一環として観測されました。暗黒物質は目に見えない物質ですが、宇宙の質量の大部分を占めているにもかかわらず、その性質は謎で未だに解明されていません。暗黒物質について詳しくはユークリッド宇宙望遠鏡の動画に特集されていますので、そちらもご覧ください。ウェップ宇宙望遠鏡のクエーサー観測によって、これまでよりも小さなスケールで暗黒物質の性質を調査できるようになったといいます。その暗黒物質の報告は後ほど発表されるのを楽しみに待つとしましょう。それでは今回はこの辺で。 Let's meet again next time. Bye bye.